と部屋、まあ、1K ですけど、ここは 1K だったら1人で入って下地組んで、さっきみたいに床張ってで、ボード張って、まあ、ここまでが大工の仕事。1年目は工務部なんで大工はやんなくて、まあ、型枠や、まあ、去年はだから型枠やったり鉄筋組んだり足場組んだり、本社より厚木っていうか首都圏なんですけど、一応首都圏の方がマンションも住宅もちょっとなんか変わったやつが多いんで、あとデザイナーズマンションっていうか、そういうのっすね、なんかちょっとおしゃれな。まあ、ネットで探して、なんかあって、でも説明会、自分はあと京都と静岡にもなんかあったんで調べたら行ったっすけど、まあ、島だったら、なんか実際になんかやらせてもらえるみたいなこと言ってたんで、で島に住めんのも、なんかいいかなとか思って、ああシェアハウスもしたんで、まあ、ずっとみんなと一緒に。でまあ、この前は一級の技能士作らされたんですけど、自分は、まあ、そういう時は役に立ってるんですけど、今日ここやるからみたいなこと言ってさ、なんかいっぱい名前あるじゃないですか、部材とか場所の名前と。入社 してから2年経ってるんですけど、大工やって1年経ってないんで、まだマチンカサスベーベース、やっぱお金もらって期間決まって、その間に仕上げなきゃいけなくて、ちゃんともらった仕事を、そうそう、期間のうちに素早くきれいにみたいな、なんか自分だけで回せる